酸素は、フランス、ブルターニュ地域圏、県、フィニステール県のコミューン。酸素は、南のモンダレ、北のイギリス海峡の間にある、レオン地方の大地に位置する。かつては、レオン市教区の一部であった。南西を、シザン、南東コマナ、北のランギミリオーと、ロクメラールと接する。最も近い都市は、ランディビジオとランデルノーである。サンソの町は、 標高170メートルのところにある。沿岸河川のペンゼ川が町を横切る。コミューンはアルモリカ地域圏自然公園に含まれてはいないが、非常に近い距離にある。青銅器時代の2カ所の墳丘墓が酸素のルゲル地区で見つかっており、一つは1986年に発掘作業が行われた。1669年以降、酸素はコマナの小教区であった。 ケラバル領主は当時、レオン女裁管区の一部であったシザンの古い教区が解体された後、イエスと聖家族に敬意を表した礼拝堂を建設した。そこは、聖セブランを守護聖人とし、コンコルダートによって教区にされた。ブルトン語の地名アンドレーネベイトは、新しい小教区を意味している。1789年4月。 酸素症教区を代表する二人の人物が、レスネ版のセネシャルに当てて出された第三身分、陳情書に署名を行った。1849年に出版された1836年から1846年までの農業統計によると、1836年の農業人口は、同じ年の総人口1895人に対して1836人であった。 八百八十五ヘクタールが、高地、百七十七ヘクタールが湿地下、ムーア、三十九ヘクタールが森、百三十ヘクタールが自然の草地で、町では二カ所の製粉所が稼働していた。当時の酸素の農民は、オート麦を百七十七ヘクタール、小麦を八十八ヘクタール、大麦を八十八ヘクタール、ライ麦を十二ヘクタール、アマを九ヘクタール、ヘンプを七ヘクタール、 18ヘクタールで、ビーツやニンジン、キャベツを栽培していた。ペンテコステの日曜日、サンティブレイハイドでパルドン祭りが行われる。参照元、1999年まで、イヘス、2000年以降 i NSEE。ありがとうございます。